はい、こんにちは、ヤムレオと申します。郵便いろいろ解説動画でずっとやってきました第4回、今回は第1種郵便物の定形外郵便ということをやっていこうと思います。どういうことかと言ったらですね、第1種郵便物の定形のところでちらっと第1種郵便物については触れました。ここだけ見てるかとかわかんもいるかもしれませんから言っときますと、第1種郵便物というのはこんな感じの封筒で送られてくるやつが全部第1種郵便物ですよということです。第1種郵便物というのは大体封筒で送られてくる、こういった郵便物、普通の郵便で、のことだと思ってください。84円とかで送られてくるのが定形郵便なんですけど、今回は定形外郵便ということなんで、こっちのちょっと大きくなります、なるやつですね、っていう風にしてやらせていただきたいと思います。ただこの定形外郵便物ってちょっと厄介でね、最近ちょっと規定が変わったんですよね。3年ぐらい前でしたっけ、定形外郵便物の中で規格内郵便物と規格外郵便物っていうのがまたできたんですよね。これはこれでややこしいことで、これについてもちょっとここでは解説したいと思うので、ちょっとこれは長くなるかなと思います。まあ簡単に言うと、定形外って言ったら、まず大きさがこういったね、定形の郵便物を超えるもの、だからこれより一回り大きかったら、だからここまででかくなくても、これの半分ぐらいのサイズでも多分ダメかな。半分でも多分定形外になってくるかなと思います。っていうことなんで、これのサイズとかを超えてきたら、これよりもでかいのがこっちやから、こっちのサイズとか超えてきたら定形外になってくるから、まずサイズとしてこれはなってきますよと。もしくはこれぐらいのサイズで収まっておっても、 50g を超えてしまったら 50.1g とかね、もう 50g を 1g でも超え、0.1g でも超えてしまったら、これも定形外という扱いの方になってきます。ということなので、そういった風に料金が出てきます。基本的な料金が、一番安いやつで120円であるんだ。120円からという風になってますけどね。いわゆる定形の郵便物を満たさないものが定形外郵便物になってきます。で、その中でもさらに大きいやつね。いわゆる、サイズがでかくなっとったり、重さが1キログラムを超えるようなものになってくると、これは定形外郵便物よりもまたさらに高い料金がかかりますよっていう、システムになってます。で、大きさで言ったら、これは定形外郵便物の規格内になってくると思います。厚さが3センチを超えなければね、この封筒でも、ガツガツに入れて3センチを超えてしまったら、規格外という扱いになってきますけど、基本的にこの封筒に入ってくるような書類というのが、規格内の、郵便物だと思ってください。これでもでかい封筒というのがあります。これ角型2号というサイズなんですけど、角型1号と角型0号というようなね、すごい特大な封筒とかもあります。あとは業務用のね、それこそ美術用の原稿とかね、入れるようなね、でかいやつとかもあるんですけど、そういうようなやつになってくると、この規格外というやつになってきます。三面積が90センチを超えてくると、さらにこの規格外郵便物でももう送れない、郵便物として取り扱いができないものとかって、なってきますと、あとは重さも4キロを超えてきた場合には郵便物としての取り扱いができませんよというのが、一応ルールとされます。これはちょっと注意しておいてください。郵便物に関してはね、ゆうパックはまた別ですからね、あれは30キロまで行きますからね、あれですけど。ということなんで、基本的に大きさっていうのはこういうような感じ、とか、いうところで、いわゆる、重さと、サイズ、この両方が、規定以内に収まっていれば、安い方になってくるんですけど、一つでも、条件を超えてしまったら、一つでもアウトラインが出たら、その規格外の方になる。基本的に一番安いのが定形郵便で、次に安いのが、定形外郵便物の中の規格内で、それも超えてしまうと、もう定形外郵便物と規格外という、規格外になると一番安いやつでも、これはね、50g を超えてなくたって、サイズがでかかったら、いくらからから。200円からっていう風になります。一気に値段上がりますんでね、このあたりはちょっと気をつけていただきたいなと思います。できるだけ、小さくして、できるだけ軽くすると安く送れますよっていうのが郵便物の基本ルールなんで、折った方が安くなりますよっていうことなんですね。っていうのをで、大体言ったらいけるんじゃないかなと思います。これでいいですかね、規格外と規格内の違い分かりましたかね。っていう感じでね、今後もやっていきたいなと思いますので、ぜひよろしければね、高評価とね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということでね、この動画は以上で締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。